対決す。新春恒例京王デパートの全国有名駅弁大会に僕はもう何回行っただろうか。今年2005年が第40回。毎年1月も中旬あたりの朝、 JR 中央線沿線の住民は新聞の折り込み広告の中に駅弁大会のチラシを発見する。ああ、そういえば今年も駅弁大会か、なんて思いながらチラシを手に取る。でも今年はもう行かないよ。めぼしい駅弁はほとんど食べてみたし、それにいつものあの混雑、あの喧騒。でもチラシは一応見るよ、と折りたたまれた新聞半ページ大のチラシを広げて1ページ大にする。新聞1ページ大の紙面には全部でおよそ100個の駅弁がカラー写真でびっしり載っている。定番の北海道のイカ飯、横川の峠の釜飯から始まって、お、何々、秋田比内地鶏こだわり鶏飯が新登場か。それからこの富山のぶり釜飯も新登場で、しかも実演付きとあるぞ。写真を見るとぶりの顎のところ、すなわち大きな釜を甘辛く煮たもののようだ。珍しいではないか。こっちの近江の美味しい鴨飯は到着予定時刻は午前11時頃か。そうすると午前10時半には並んでないと買えないな。今午前9時40分か。今すぐ行けば間に合うな。臨場感あふれる言葉を次々と読んでいるうちに、いつの間にかすっかりその気になっている。それに今年は今話題の空弁もいくつか参加していて、空弁マニアの間では有名な美智子がお届けする若さの浜焼き鯖寿司も登場している。行かなくちゃ。いつの間にか立ち上がっている。気がつくと電車に乗っている。電車の中で改めて持参のチラシを広げてみると、チラシの冒頭にひときわ大きく40周年記念トントン対決とあって、北海道と鹿児島の豚肉の対決、北海道は釧網本線の摩州の豚丼、鹿児島は九州新幹線の鹿児島黒豚弁当を対決させるとし、さてどちらがお好みですか、と問いかけている。そうするとあれだな、おいしんぼだな、究極と至高の対決だな、山岡と雄山だな。京王デパートの7階の会場は例年通りの押し合いへし合い、ほとんどの人が例のチラシを両手で広げて見ながら歩くので、人と人とがぶつかるのは当たり前状態。急に止まったりするからあちこちで追突状態。定年退職夫婦妻が多く、妻はうろたえる夫を叱咤激励しと書きたいところだが、ひたすら叱咤し、夫はひらひらひたすらおろおろする。チラシの弁当の一つ一つに A7 などの番号があり、会場にも A7 の表示があって道案内となっている。チラシを両手に広げて急に立ち止まったおばさんは首をひねり B2 の方向を見、チラシを縦にし横にし回れ右をし、またチラシを横にしながらぐるぐる回り、ワンワンと吠え、ウーウーと唸っている。嘘です。摩州の豚丼と鹿児島黒豚弁当の前には長い行列ができていたが、ようやく両弁をゲット。会場内の特設休憩所で食べることにする。今年は休憩所をかなり増やしたが、どこも満員で大勢の人が一心不乱に端を動かしている。さて、いよいよ究極と至高の対決である。まず紐。
弁当を十文字に縛っている紐は、マッシューの豚丼はゴム紐、カゴンマ黒豚弁当は先端に房のついた組紐風の立派なもので、紐対決はカゴンマの勝ち。次は端。端の長さ、マシューが19センチ、カゴンマが23センチで、カゴンマの勝ち。弁当箱の大きさ、マシューが12センチ×20センチ、カゴンマが21センチ×21センチで、これもカゴンマの圧勝。問題は中身である。マシューは豚肉一本勝負という方針らしく、厚くて大きい豚肉をご飯の上に5枚並べ、あとはおしんこ系と肉団子風のものが1個だけ。味付けは生姜焼き風の甘辛の味付けで、肉も美味しければ味もなかなかいい。片やカゴンマは全方位外交方式というか、相場な風というか、豚肉の他にタケノコ、シイタケ、里芋、レンコン、ごぼう、そしてさつま揚げ団子。ご飯はさつま芋入りの麦ご飯というこりよう。豚肉の味付けは北の甘辛醤油系に対抗して、してか味噌味。さあ、この対決は難しい。見た目は明らかにカゴンマの勝ちである。彩りといい、おかずの多彩さといい、紐といい、お箸といい、カゴンマは連戦連勝である。値段は両方ともに税込み1050円。さあ、いよいよもってこの対決は難しい。決め手は客が豚肉そのものにこだわるか、それほどこだわらないかにある。僕には決められませんと逃げておいて、両者の行列の長さは圧倒的にマシューの方が長かったと、さらに逃げていきます。